Konnichiwa. Doku iku kana? Ano bozu tachi imada tatakai harimatta kana? Chotto miyou ka. Bozu tachi no basho. Kunkai dou kana? Kunkai... Nanda, heishi tachi de katteru kana? Nane ka betsu mono te ni ureru kana? Moshi heishi tachi de katteru. Zenkai nane o te ni ureta, yoku wakaranai. Aso, tatakatta ne. Kono ossan to hanashimashou. Nane ka betsu go to.先日に関するわけはし、見張り小屋にいる私の息子に聞いてくれ、よろしく。同じ、同じごと。よし。戦い始まったかな。ああ、ちょうどのタイミングだ。もうすぐそこまで来ているらしいぞ。準備してくれ。 準備はできている。今回はバーバリアンが混ざっているようだ。20匹を超える数がいるそうだ。バランスよく配置しないと危ないぞ。 20匹なら。どうかな、いらないかな。自分でクラウド倒せる。<笑>別にいらないかな。まあ、わかっている。こっちとこっち。こっちもいける。こっち。じゃあ、バベリアン。バベリアンなんだ。 Barbarian HP. Barbarian Nisi Oi. Ja Koreka. Defender. Ja Defender Ipiki. Defender Nihiki. Sambiki. Yonhiki. Sora Ika. Do. Kore de kateru. そして、バベリン。でも別のやつも来る。じゃあそれはバベリン。飛んでいるやつ前回聞いた。これか。バベリンなんだ。それはバベリン。これはいいか。アーチャーか。 二人のシューターか。シューターとディフェンダーいいかな。これで勝てる。そして、一人のヒーラーかな。ヒーラー誰？ヒーラー。ディフェンダー、シューター。これか。回復のやつ。 回復のやつ一人でいいか。はい、これでいい。じゃあ戦いましょう。今回勝てるかな。じゃあどこから来る。これなんだ。バベリアンか。ビースト。嘘つき。<笑> あ、これはバベリン。ワイヴァン。え、バベリン一匹。あ、だいたいビーストか。嘘つき。だいたいワイヴァンとビースト。<笑>ひどいやつ。嘘つき。じゃあ、攻撃しよう。お前も攻撃できるかな。
はいはい。じゃあ、ヒーラーさん。ちょっとヒーラーさん、こっち行こう。どうだ、ディフェンダー。死んでいる。じゃあ、ヒーラーさん、死んでいるディフェンダー、修理しよう。いいぞ、どこ行く？バカめ。お前シューター。今回いい調子です。じゃあ攻撃しよう。ちょっとスピード減る。このやつ、そしてこのやつ、このやつ、ちょっとこっち行こう。ディフェンダーさん、このビースト、はいはい。じゃあ修理している、このヒーラー。よし、勝っている、勝っている、ああ、勝つ、勝てる。はいはい。何をやってる？じゃあ自分でやる。修理。ああ、死んだ。もう。やめて、やめて。じゃあこのやつ修理しよう。このディフェンダー大丈夫？いや、ダメ。このやつ大丈夫か？じゃあこのやつ修理しよう。お前、ちょっと助け。助けに行こう。ワイヴン。これ大丈夫、大丈夫じゃない。回復しよう、修理。まだたくさん。いやいや、このやつ、ワイブンしよう。うん、ちょっと遠い。このやつ修理しよう。真ん中に集めます。あ、このやつ死んでいる。うん、生きている。逃げろ逃げろ逃げられない。じゃあワイブン攻撃しよう。誰？お前じゃない。攻撃みんなワイブン、ワイブン倒す。ヒーラー、何をやってる？これヒーラー。はい、リベンジャー。修理しよう、この人。遅いね。でも今回は悪くない。これはリベンジャー。何をやっている、このリベンジャー。死んでいる人を修理しよう。うん、二人いるか。このやつ全然修理していない。いやいや、どうかな、大丈夫かな。
Taiki. Taiki Nanda. Kono Hiras, Shuri. Daitai Naoshita. Shuri. Ah, shinderu. ちょっとダメそう。だいたい勝っている今回。こっちはダメ。真ん中悪くない。このボス。 これは20匹か。もっと、もっとらしいだと思った。ヒエラさん。<笑>もう終わり、終わりさ。そっか、全種類買った方がいいね。あんまりバベリンじゃない。 あの、嘘つき、大体このビーストとワイヴン。何よ、何？このシュリア。シュリア、かなり役に立つ。いや、リベンナ。かなり役に立った。じゃあ次はあの、クラウドに任せるかな。 攻撃、このヒーラー攻撃できるかな。よし、リベンジャー、みんな死んだ。はい、マークラウドの出番。多分大丈夫。かなり時間かかったね。20分、いやね、10分。 12分。この作戦ゲーム。まあ、残りは10匹。じゃあ半分、この兵士たち半分殺した。敵に侵入されました。しまった、入り込んできたぞ。君たち頼んだよ。 多分弱い。同じやつ弱いかな。弱いか。はい。なり弱い。そうかな。 ああ、癒し。ちょっと考えた。もし、バザーク。バザーク直す魔法があるかな。それなら、他の人は、クラウドのバザーク状態、消せる。それで、リミットブレイクとか使える。 そんな魔法があるかな。それともアイテム。かなり弱いあのボス。なんとか死のいたな。しかし死んだは必ずまたやってくる。次はいつ攻めてくるかわからない。時々見て来てくれ。ああ、終わった。よし。 何もない手に入れたね。何か手に入れた。何もないだと思った。何か。サハラの実。
無駄な15分ああまだ負けちゃったそうだなあの嘘つきバーベリアンじゃないワイブントビーストもうあるもういるああそうだな全種類がいいピラミッド行こう神殿ですねあそっちか何かいや山かただの山ピラミッドか神殿アリたち。腹が黒い。あの人は親切そうでも、実は腹がとても黒いです。腹が腐った。彼は金儲けしか興味のない腹が腐った人間です。クラウドレベルアップしたか。このガッツも終わり。あの黒マントのやつ、あ、消えた。そっか。スンちゃん。ああ、スン。タークスのスンか。く、やられたな。もうまた無駄旅。セフィロズか、探しているのは約束の地じゃない。セフィロズ、何にいるのか。中にいるの。自分で確かめるんだな。さあ、エリスを手放したのがケチのつき始めた。社長は判断を誤った。あなたたち勘違いしてる。約束の地、あなたたちが考えているのと違うもの。それに私、協力なんてしないから、どっちにしても、死んだには勝ち目はなかったのよ。はは、厳しいな。エリスらしい言葉だ。こっちにするな。来るな。キーストーン祭壇に置いてみろ。何をして手に入れたかのキーストーン。なんだ、死んだかの人。頭かゆいか。はい、泣いているのか。スンはタークスで敵だけど、子供の頃から知っている。私、そういう人少ないから、世界中ほんの少ししかない私のこと知っている人。よし、クラウドに入った、この二人。死んでいる。私はまだ生きて、そうか。まあ。ゾンビです。ゾンビスン。ここにキーストーンの使いは、パズルか。いえ、パズルじゃない。なんだ。変な場所。アイテム箱2個言葉は思いがたくさんここにある誰それへえ、こっ
次の色はな、何やき、とにゃ、にゃに、にゃにそうやな。 クラウド、ここいろいろ大変だと思うけど、投げ出さないで頑張ろうね。 この人、スイッチ行こうか。 アイテムか。どうやって取れる？ こっち。 腹が見えすく。 ああ、あのめんどくさいやつやの。 ああ、そうか。これはあの、 なんだ、バトルリーナのコンビです。 カエル2匹。 なんだ、ルーか。 ああ、あの、必殺技。カエルの石か。 あ、いや、じゃない。あ、いや、いや。まあ、別の必殺技。これは強いやつ。強すぎる、この、このコンビ。睡眠カエル。まあ、アイテム持っている、あの、カエル状態できないか。それは、この場所に便利かな。 さっさと殺せ。間に合うか猫。石化。なんだ、死んだことない石化。<笑>カエル二つ。そっか、あのやつは死ぬことない石化になる。あ、見てもある。どうやって取れる？ あ、こっち。ミティア2個。ミティア2個。宝箱は2個。あ、よし。トライデント。これなんだ、エリスの武器。トライデントか。あ、これはいい、この弱い立ち。弱い立ち。あれが見えすく。 どんなに世辞を言っても、彼の腹は見えすいています。腹が煮えくり返る。暴食の疑いをかけられて、腹が煮えくり返っています。こっちかな。こっち。 どうやってミティア取れる？え、わからん。とりあえず右行こうか。あ、カエル。またカエル来た。 弱いね、この猫。猫たち弱い。腹が煮えくり返る。暴食の疑いをかけられて、腹が煮えくり返っています。腹が大きい。彼は腹が大きい人で、頼み事はいつでも聞いてくれます。腹が収まる。 彼に憤慨していましたが、謝ったので腹が収まりました。こっち行けない。こっちも行けない。じゃあとりあえず右。いやいや、このまっすぐかな。ちょっとまっすぐ見よう。いけない。腹が座る。一度それをやる決心をしたら腹が座りました。こっち行ける。行き止まり、これ迷路。こっちもできない。じゃあ
これはめんどくさい迷路です。え、入れない。あ、封印されている。なんだか懐かしい響きだな。じゃあ入れないこっち。もう逃げるな。逃げるな。デブ。逃げた。これ取れる。マインドアップ。頭が悪い。頭が悪いクラウドマインドアップいらないかな。トライデント。ない。あ、トライデントのシッドの武器かな。何を使っている？あ、これはいいね。シルバーメガホン。何のミティを使っている？シルバーメガホンいいね。もう一個足りない。このエイジンコート。このやつ2倍のやつ、そろそろ HP レベルアップしよう。こっちもダメ。どうやってあのアイテム取れる？腹が立つ。彼の嘘には本当に腹が立ちます。腹に一物ある。あの男には腹に一物ありそうです。腹に据えかねる息子の情け癖は腹に据えかねます。腹の皮がよじれる。彼女の滑稽な話に腹の皮がよじれました。腹の虫が収まらない。理由もなく非難されて腹の虫がな収まりません。収まりません。腹を合わせる。クラウドまたレベルアップした。こっち入れるならこの場所から、どうかな。先にこの人と話すかな、それとも先にアイテム取る、どっちかな。あのやつ封印されたから多分戻れる。じゃあこれはボスかな。回復しよう。ああ、クラウド、待って。クラウドダメ。そうか。エリス。クラウドと自分と猫。これは、盗みましょう。銀玉、鉄砲。ああ、これは、ヴィンセントの武器かな。はい、こんにちは。眠。うん、やっと会えたね。ごめんね、待っててくれたんだ。彼らは古代種の精神体。ずっと長い間星に帰らず、この神殿を守り続けてる。長い年月は彼らから言葉を失わせた。最初から言葉はいらなかった。神殿にとどまった者たちの目的は一つだったから。ねえ、教えて。ダメ、あとはわからない。怯えているの？セフロスが神殿にいるから、それとも他のこと？え？眠。買い物できるか？ああ、そっか、これは、テニンさん。テンテラない、いらない、全部ゴミ。ゆすませて、ああ、くそ、もう、記録しました。記録したいが、
休ませてくれ。HMB 回復した。そっか。記録したいが、ここは古代種の神殿だ。簡単には戻れない。それでもいいだろうか。気が変わった。戻れない。え？読まないな。それはなんだ、記録。別に戻る必要ないだろう。え？ああ、ただのセーブ。このままセーブしようか。まあ、どうでもいいかな。セーブしました。多分出られる。出られるだろう。まあ、後でこの辺の物語を終わると出られるかな。多分大丈夫。このところでモンスターがいるから、この弱い人たちレベルアップできる。どうやってこのアイテム取れる？それは見てようかな。よし、エーテルターボ。読み。どうやってあのピンクのやつがこっちセキルか。もう宝箱に変わる。ハローを合わせる。あの二人はハローを合わせて社長を失脚させました。ハローをえぐる。ハローをえぐる質問にちょっと答えが詰まりました。またあの やついる。店員さんいる。じゃ最初の宝箱取れる。ロケットパンチ全部また逃げている。じゃこのまっすぐ、ああまっすぐこれかな。迷路、めんどくさい迷路。ハローを痛めた子。ハローを痛めた子。んこっちか。ああよし、あのピンクのやつ見つけた。ピンク、これ見てやか。ラッキー。ラッキーはいいかな。ラッキーなんでしょう。運、10% アップ。運はいいか。運はいいやつかな。運。はい。運が悪いクラウド、このカバーを捨てるかな。素早さ。素早さいいかな。運はなんだ？クリティカルかな。ステータス。クラウドの運なんだ？ 28。だから 10% 2.8。3くらいか。攻撃力、回避率9。あのラッキー使いましょうか。何を捨てる？このカバーかな。
Crouching, ok. No estoy lucky, yo. Con un eco ni agar un doku era nada. Como. Henshin. Henshin era nada, ¿no? Chocobo, agar.進むか、それともの。まだこの宝箱どうやって取れる。こっちかな。ダメ。そっちか。どうやってそっちに入れる。まあ、多分この場所に戻れるかな。あの宝箱を解いたかな。 ハロー痛めた子、ハロー痛めた子なのにちっとも親に似ていません。ハロー癒す。この前負けたチームに今度は大勝してハローを癒しました。ハローを抱える。とてもおかしくてハローを抱えずには いられませんでした。ハローを固める。アメリカに行って英語を勉強するハローを固めました。ハローを決める。彼女は離婚するハローを決めました。どこ どうやってあの宝箱取れるかな。こっちできない。いけない。もうめんどくさいすぎるこの場所。よくわからん。まあ別にいらないかな。あの宝箱。 とりあえずやめよう。ちょっと、次回進むか。はい、進みましょう。この場所戻るかどうかどうでもいいかな。この迷路の場所。ああ、でもいいかな。だいたいこの宝箱の中に武器ですね。ちょっと見ようか。どうやって取れるこれ。 どうやって取れる。ハローを決める。彼女は離婚するハローを決めました。ハローを切る。会社の業績が低下したらハローを切るつもりです。ハロー 仕事を始める前にハローをこしらえましょう。ハローを肥やす。彼は事前事業を。こっちか。まだ封印している。 あ、そうだな、戻るな。これは封印だから多分戻る。変なやつ。見たことない。でも弱いね。
弱い変なやつ。キバ。ハロー、小安。彼は慈善事業の運営するふりをしながら腹を肥やしました。今取れないかな。分かっているかな。ちょっと見よう。ここまで来たから、みんなカエルになってる。ハローくくる。その仕事はハローくくってやらないとできませんよ。ハロー見抜く。彼の滑らかな言葉に関わらず、ハローを見抜くことができました。ハローを見られる。宴会で早く帰りたい。ハローを見られてしまいました。ハローを見透かす。彼は複雑な人で、ハローを見透かすのは容易ではありません。じゃあ多分こっちに行って、こっち行く。いや、隠し扉ない。わからない。どうやって行けるこの場所。ハロー、ミスカス。彼は複雑な人で、ハロー、ミスカスのは容易ではありません。こっちかな。これはなんだ。どうやって行けるこっち。無理らしい。ハロー探る。交渉では双方とも相手のハローを探ろうとしました。ハロースウェル。どんどんこの本終わっている。そしてどんどんレベルアップしている。無理か。ここまで来た。ちょっと見よう。最初の場所。ハローを立てる。いや、吸えるか。ハローを吸える。この1年は一生懸命勉強する。ハローを吸えました。ハローを立てる。彼は彼女がまた約束を破ったので、ハローを立てました。ハローを割って、私たちはハローを割って話し合いました。ハローを読む。行き止まりか。まあいい、ちょっとレベルアップしました。それは良かった。あとで、多分あの、風鈴の場所。
何か関係があるかな。封印。封印じゃない。封印された場所。ハローを読む。あの人のハローを読むのは容易ではありません。腹違いの。これが私の腹違いの妹です。じゃあこの進む場所を戻って、この本のページを割って休みます。あ、どうかな。あの人まだいる。天人さん、それとも出た。あれは同じビ、あの同じやつかな。それとあやれやじだな。じゃあ同じ、休めましてくれ。同じやつだな。いや、別人。腹立ち紛れに、腹立ち紛れに、腹立ち紛れに言うべきでないことを言ってしまいました。腹ゲイ。彼は腹ゲイで論争を解決しました。あ、こっち。腹黒い。あの人は腹黒いから気をつけなさい。腹いせ。腹いせ。腹いせ。彼女がデートを断ったので、彼は悪口を言って腹いせ、腹いせをしています。腹すみを打つ。イタリアに行ったとき、毎日毎日腹、腹、腹。こっち行けないね。ダメダメ。腹すみを打つ。イタリアに行ったとき、毎日毎日腹すみを打ちました。肩腹痛い。彼が勤勉を解くなんて肩腹痛いです。こっちです。うん、こっちじゃないね。こっちかな。この中に登る方法ないか。わからない。はい、こっち終わりしましょう。最後のやつ読む。ああ、肩腹痛い。彼が勤勉を解くなんて。肩張りたいです。むかっぱらを立てる。あの人はすぐにむかっぱらを立てます。何